どうも、あきえちゃんのチョベリグ発信地、チョベリグトークのお時間です。これだから引き続き、前編後編ではないんですけれども、まあ、別物としてやけど同じ場所で同じ服装で、はい、そして同じ顔ぶれでお届けしたいと思うんですけど、前編後編やから合わせ、前編後編じゃない、ないね、ないね、別や、まあ、今回、まあ、この2022年11月で、はい、なんばグランド花月が35周年を迎えるということで、そう、支配にするのよ、私。あ、ほんまですか。1日支配にですか。復活してんの。そうです。11月だけ特別に、ね、なんかその強化月間みたいな感じで、強化月間というか、まあ、皆さんお見送りしたりとかね、お迎えしたりとかしてるらしくて、何日にやるんですか。私28か27か、そこら辺どっちか、日曜日やったと思うんですよ。それは神経祭りやったから、じゃあ、他の日送り迎えしとったからね、あれ。まあまあ、好評だったね。まあ、よかったと思います。はい。うん、あれは。僕も映画でやっとったけどね。お前ですか？僕もロビー見に行きましたけど、そんな言うてるほど映画じゃなかったと思います。でもなんかすごい喜んではったもんね。いやいや、あれは、ね、僕はなんか、みんな人気もあれ、はい、よかったですよ。なんか、テーマパークに入ってくるぐらいの感じで皆さん。高橋ちゃん、映画しとった。高橋ちゃん、あんまり出てんの用意してんの？いや、そうです。そういうこと。違う。偉いもんやな、人気あるから。はい。岩君も人気あるんじゃな。はい。偉いもんや、って。みんなカラースーツでね。ああ、すごいわ。中条さんとか。ああ、もう最高だ、中ちゃんなんか。緑やな。横に若い緑持ってない。言ってません。よくして。やめなさい。そんな話じゃないの。そんな話じゃない。そんな話じゃない。そう、ナンバーグランド。できて35年、その、まあ、ナンバー花月が主戦場、ナンバー花月、前田花月、京都花月が主戦場やったと思うんですけど、ナンバーグランド花月ができた時の思い出などがあれば、ちょっと教えていただきたいなと。あのね、新喜劇をしてさせてもらって、それはどうですか、ナンバーグランド花月とナンバー花月の住み分けっていうことなんですかね。そうね、向かいでしょ、でも100メートルしか空いてない、ね、本当にあの新喜劇末期 の、 そのやめようかなに差し掛かるところやと思うので、僕がまだ映る時にも、いらんねこんなもんって言うとったから、会社の人間が潰すねん言うとって、もういらんいらんいらん言うて、そんな新しい劇場には、その新喜劇を出さないという、外人さんのショーとかが意味やったよね、夜の5000ぐらい撮ったんでしょ、そこそこの全く入れんかったからね、失敗したからね。ティールカーって結構有名人と有名人だ、まあ、そこのね、あ、まあ、看板とか、はいはい、阪神巨人であり、ハイヒールであり、とか、トミーズであり、とか、ブンチニアとか、そういうのが出とったわ。誰も出られんかって吉本芸人いっぱいおるけど、何組しかしか、なるほど、か4組ぐらい。いや、もうだから、すっごく大層に始まったような気がしてね、その当時、多分その社員さんだったんだか、なんだか分からないけど、とりあえず、襟がついてない洋服で、来るなみたいな見しがあったっていうのも私なんとなくかすかに覚えてて、そしてその舞台、まあ、言うたらタクがやってるね、舞台監督さんがあのタイムウォッチ、ストップウォッチ、ストップウォッチ持って、何秒押しました、何秒早まってますとか言って、もうものすごい時間をね、あの、なんでそんな、なんかもうきっちりこの時間この時間、例えば11時1分から17分までとか、なんか生放送みたいな、そんな感じでやってた覚えがあるのよね、最初の頃よ、ほんまに最初の頃。でも私が覚えてるということはね、その途中でね、あの30分だけなんやけど、新喜劇っていう名前はなくて、コメディやろ、コメディみたいなのをやったと思う、6人ぐらい、花キリンさんが出とったからな、6人ぐらいのメンバーで、真ん中あたりで、なんか新喜劇の人間ちょっとそのぐらいで中途半端やってることがね、 NGK コメディーかな、なんかそんな名前で、だから余計あかんかったよね。新喜劇でもないし、なんかこっちでもやっとったから、とりあえずコメディーやつもあったし、こっちでも10組ぐらいまであるし、新喜劇やし、どうしてもみんな1800円やし、これ3000円取るからね、誰がね3000円払わなかんねんというのはみんな怒っとったもん。どこで。でもちょっとこう意識が違う劇場なんだって意識があったんじゃないですか、そのラスベガスとかでこう、外国人賞さながらのとか、なんかそういう思いがあったんじゃないかなって思うんやけど、今までにない劇場を作ろうとして、それどうですか、ナンバー花月からその NGK に来た時に綺麗やなと思ったのか、どういう印象でした、おお、これがかというと、まあ、寄せの雰囲気はなかったね、やっぱこっち寄せやね、やっぱりナンバーの街でなんでこれもいんねんと考えたら分かるやろ、お前青ちゃんがと僕ら戻ったからね、吐きませんやだから普通に戻してから入るようになったから考えたらそういうことやから、まあ、それでも何百ヶ月は潰れたから、あ、そうそう、潰れて2年後に潰れてるから、結局は売ってもだからね、しゃあないね、これ
でこっちがちょっと入るなんていいねん、それはもうええやろっていうことで2つもいらんということで、うん、2名でも潰れてもらうともうここで集中的にしようと、で普通の出番になるよってなんかね、まあ、でもそのスライドは良かったんじゃないですか、うん、でもね本数が少なく昔は12本ぐらいいるもんあったの、はいはいはい、やっぱ7本ぐらいも、はいはい、で、ね、短すぎるんちゃうか思ったけどそれがええねんね、やっぱ短くなってくるね、まあ、そっちがそうです、ね、長いよ、4時間もいるの見てはったのこと多分その当時はこう大衆で近所の人が来てとかでやるんですけど、うん、今ってもう観光的に来たから、うん、そうそれもあるね、ちょうど4時間やね、2時間20分とかその辺が、はい、じゃあその感覚的にはじゃあそのナンバーグランド花月ができるっていう時はお二人はそんなに別にわ嬉しいとかそういう感じではなかったですね、うん、なんか意外と、それ大丈夫かなと思って、ナンバーグランド花月がほらこんなんで、うん、多分まだその出られへんでもええわこっちは、あのナンバーも梅田もあるしって、ちょっとスネも入ってたのかもしれない、時間なくなってるやっぱり特別な劇場やってなんやねんって、あなるほどなるほどなるほどね、あかんちゃうかなと思う、そこそこそこ新劇やらへんし余計になんか ね、うんうんうん、あそんなもんですか、意外でしたね、なんか僕はすごいなんかこうみんな皆さんこう新しい劇場があっていうので浮き足立つというか、出てる人がそうもかいじゃん、出てる人間の方が多かったからね、なるほど、意外にでもそうか、うん、そういうその線引きがあったんですね、1年もそうやったもん、うん、まあそこで、まあそこからこう指定席にも変わっていって、うん、どん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 こうシステム化していく、うん、そう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 、まあ、自由席の時でもまあいやもうね、言うても何百人と団体座が3つよってもいっぱいあったから、そうだよな、考えたら1回目も超前、2回目が減っとったよ、ね、あ団体さんがいいから、うんうん、少なくなってくるから、ね、うん、で指定席になった時もこれ、大丈夫かな、こんなもんなもん、なんでやねんな、自由やからええねやないか言ったけど、正解やったよ、これどないやねん坂口さん正解でしたね支配人当時のねほんま正解、ただそのこう名物的なものはちょっとこう減ってきたかなと思って、うん、やっぱりちゃんとその席を確保してお客様が見るっていうお客様が優勢、もちろんそうなんやけど、はいはい、今までだったら結構なんかその芸人の悪ノリみたいなのも許してもらえるぐらい、もうちょっとこう、まあ、正月自由やったから、お正月はお酒飲んで、ね、はいはいはい、それが名物やったし、はいはい、お客さんもそれを許す状態でどんどん入ってきてくれたのが、はいはい、今はもうそのなかなか席取るのが大変やのに、ね、芸人が酔っ払ってる場合か、こっちは必死な思いでこうして見てるのにっていう部分が変わってきたかなっていうのがあるけど、まあまあね、気持ち分からいでもないけどっていう、うん、ちょっと気さもなくなってるところがあるんですね、なんかちょっとこう、ちょっとその酔っ払ってる普段見れない姿を見れるのもいいんじゃないかと僕らは思うところはあるんですけど ね、だから自由に入って自由に出れてたから、それから全然そこは行けてたけど、ね、だから指定的になってくれようなって、うん、ネタ関係が変わるから、なるほどね、うん、そのね、うん、同じ客やでみたいな感じの良かったよね、日中やからさ3回でもいるやつおるからね、もう帰れじゃんお前に、何ちゅう言い草やろネタ変えなあかんねん、まあそれはそうですね、うん、まあ、それじゃ回数ごとに受けが弱くなってきますので、そうそういうことそういうこと、ははなるほど、わかりました、ありがとう、え、こんなんでいいんですか、まあ、あんま良くないか あなたの編集の腕にかかっております、思ってたほど好意的じゃなかったことに驚きました、好意的なことなんですよ、まあ、今はでもそんなことないですよ、今はこう、うん、今はもう様々ですよ、言うたって世界に誇る NGK ですよね本当にね、はい、だって自慢よ、ナンバーグランドカレスに出れるっていうのは芸人さんとして、まあそうですね、そうですね、若い子思ってるのかな、思ってますよ、思ってる、ヒノキ舞台と思ってるの、言ってたんじゃん、言ってたんじゃん、それがテレビ出たいって、いやいや、今の若い頃はものすごい寄せ大事にしてますよ、ほんまに今もカーディーだ、またテレビとかじゃないよ、なんかね、うん、そこは20年前とちゃうじゃん、もう全然違います、今の若い頃はちゃんと舞台出ますもん、うん、まあ、ミルクボーイとかでも M1 とだけど東京行かへんし、うん、劇場ずっといるしとか、うん、構え東京行ったら怖いからちゃうんだけど、なんかね、かまいたちとか霜降りとか見取り図とかあの人とかの辺もちゃんと舞台ずっと出てますしね、タレントにならないですね、なんか、うんうん、やっぱり一生この仕事をやっていきたいっていうね、なんか三段のもとに考えればみたいなのもあるからね、どっかでこうやっぱテレビって歌方のとこがあるというか、うん、でも寄席はねずっとやっぱり地形さえあれば、うん、っていうとこはなんか今の若い人たちは結構しっかり思ってる気がします、ね、だから頭がいいんですよ、今はね、情報入ってくるからやっぱ全然違うね、うん、違います、まあ、昭和と令和とでは、うん、そうですね、ほんまに違うわ、まあ、能力が違うやっぱなんかさ、あとのおね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 なんていうの、はい、このうだうだ話も長いんじゃない、おしゃべりがすごい、はい、これはね、はい、もうあのパパのおしゃべりが止まりませんが、はい、とりあえず時間も時間ですので、はい、あきえちゃんのチョベリトークこの辺でお開きとさせていただきます高評価コメントそして、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いします、じゃあね、パパバイバイは、レフティーですね、左やってますね、何見てますか左利き